静岡大学と浜松医科大学の統合再編問題をめぐり、浜松医大は従来の合意書の内容を守るよう静岡大学に依頼しました。浜松市の中野市長は静大の決定に困惑を示し、浜松側の反発が浮き彫りになっています。浜松市の定例会見で中野雄介市長が困惑を示したのは、合意書に基づく再編統合を進めるっていうことがこれまでの流れだったはずで、それからするとですね、今回の静大の案っていうのは一体何なのかがまずはっきり言ってよくわからないというところがありまして、静岡大学と浜松医科大学の統合再編をめぐって対立しているこの問題。静大と浜松医大は2つの法人を統合した上、静岡地区と浜松地区それぞれに新しい大学を作る一法人二大学案で2019年に合意書を結んでいましたが、静岡大学は今月18日、合意書の内容とは異なる一大学二校案を静大の正式な再編案としてまとめました。この決定を受け、昨日浜松医大は静大側に合意書の内容を守るよう依頼する文書を送りました。文書では静岡大学浜松キャンパスの合意がないにもかかわらず、静大の役員会において承認手続きを取られることを大変危惧しているとした上で、一大学二校案は浜松キャンパスのみならず地域の理解を得られていないなどとしています。両大学の統合再編に向けては静岡側と浜松側の間で意見の隔たりが残されたままで、今後の交渉は難航が予想されます。